皆さんこんにちは消費生活アドバイザー一次試験合格スピード合格講座担当主に生活 地球環境エネルギー分野4回目の講義を始めますレック講師の浅田健吾ですよろしくお願いいたしますじゃあ皆様ですね教材の方一応念のため確認させてくださいいつも通り担当の問題集それから、えー、生活地球環境エネルギー分野の解説集それからできればですねお手元の方に使うかもしれません公式テキストの4と1ですねこちらの方をご準備していただければというふうに思っております はい、じゃあ皆様ですね、用意していただいて、で今日今からやるのはですね、二十一年度の十、えー、月三日の問題です。十八ページかいえー、っと十九ページごめんなさい十九ページ問題集十九ページの問いの二十二はい問題集十九ページの問いの二十二いいですか？ご用意できるすぐご用意できない方は一回止めてくださいよ。それから解説集が 2ページからになりますえ、えー、昨年の10月3日の問題ですねこれの第22問からいきたいといで第22問から、えー、30問までですねこちらの方がいわゆる生活、えー、地球環境それからエネルギーの問題になりますのでねそこまでいきたいというふうに思っております。じゃあ皆様ご用意できましたでしょうか基本はは使うのは問題冊と解説 時々テキストを使うかもしれませんそして前から言ってるように問題をやっていただいているのを前提で私ね喋るのが、えー、早いですからスローで聞いていただいたり一旦止めていただくということですねそういうのが大事になってくるということになりますじゃあ行きましょう問いの2219ページ問題冊子19ページ,問,ページ問いの22解説冊子2ページはいや行きましょう丸ペケ問題ですねな22-1ですねはい、えー、繊維ですねはい えっと一般的に布地では織物より、はい、編み物の方が伸びやすい編み物はニットということですねこちらの方が伸びやすいです。 で編み物についてのニットについての特徴についてはですね、えー、と解説冊子2ページのところで織物に比べて、はい、伸び縮みが多くあとねかさばるねかさが高くねでかさばってあったかいねまあなんとなく皆さんわかりますよね、はい、編んだものについてねセーターとかはかさが高くね、えー、とちょっとふわーっとしてますよねであとはあったかいってねで通気性が多いあとしわになりにくいというようなことが、えー、ございますしかしまあえっ、ー、と 欠点ととととしててはね、はい、電波がが生じやすすくななるるいいいうところが出ているかなと思います、ね、ニットについての説明も一応載せておりますけどね男性の方でですねわからない方いらしたら米印のところとかあとは、えー、とパソコンやスマホで画面検索していただいてニットと入れていただくとイメージつくかと思いますじゃあ次問いの22の2番の問題ですね2の足についていきましょうはいこれはペケですねはい「えー、帯びにくい」となります1行目ちょっとと見ていいただきます問の 吸湿性のある繊維ということですから、まあ、水を吸い取る繊維ですね綿、ね、なんか一番分かりやすいですかね綿やなんかねあのシャツとかなんかねあの汗とか吸ったりしますよね T シャツねあと麻や羊毛や絹ですねこちらの方は静電気はお見ぬくいということですね。はいいいですかねはい 一方吸収性が悪いのが合成繊維ということになりますんでね、はい、じゃあ次いきましょう問問のの,の問題です、ねはい織物より編み物の方がしわになりにくいで先ほど言ったように、ね、編,み編み物のニットの方がしわになりにくいなんでしわになりにくいか、はい、構造がここは密じゃなくて素ですね素粗い粗いという意味の素ですね。 そうということもあの解説冊子に書いてありますね。はい。だからまあその分ね、えシワになりにくいということになりますね。はい。問いの二十二の四番ですね。こちらの方よろしいでしょうかね。はい。えっ、ー、とまあこれあるある意味常識なんですけど、うんーと T シャツとかね、えっ、ー、とジーパンとかね、ああいうのがどうどうしてあの品質が落ちていくかっていうのはと、これは引っ張りとか摩耗とか熱とか紫外線とかね、こういうのの影響を受けて変わっちゃってくるということですね。いいですかね。 はい、問いの22の5ですね。はい、素水性繊維ということです。これ素水性というのは、これ水との相性がですね、悪いということですね。ですからこれ水を弾いたりするイメージです。だから合成繊維ですね、ポリエステルとかアクリルとかですね、そういうのをイメージしていただければいいかなと思います。一方、浸水性繊維ははい、綿とかサですねになります。ってことになると、えー、濡れた場合シワになりやすいのははい、いいですね。当然綿ですよね。 イメージとしては面、だからこれちょっと読みづらいけど、えー、とポリエステルよりも面の方が濡れた場合にシワになりやすい、ね、そういうに読んでいただければいいかなというふうに思います。